市民球場です。阪神タイガース対中日ドラゴンズ、このゲームの模様をお送りいたします。タイガースの先発はルーキーの西、対するドラゴンズの先発はルーキーの岡野、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。右の西、マウンドに上がりました。まずは立ち上がりに注目しましょう。まずは1回の表、先頭バッターは岡林。背番号60。第2球投げました。打った、破った。岡林ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。背番号49。第9球投げた、打ちました。初球打ち、破ってった。ライトからサードへ、伊藤、いいバッティングを見せました。タイガース先制のピンチを迎えます。背番号2。次が4球目、投げた、打ちました。板山バックして掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。シエラ背番号45。第3球を投げた、空振り三振。西、3球で仕留めてみせました。ランナー2人を置いて迎えるバッターは石垣。第2球投げた、打ちました。片山交代、掴んで、これで3アウトになります。西、ノーアウト1塁2塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。タイガース立ち上がりを無得点に抑えています。0対0で迎える2回です。ツーアウトランナー1塁という場面で武田。第4球を投げた、153キロ直球、空振り三振。2回の表が終わって、ドラゴンズ無得点で終了です。2回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッターは片山。第1球ボール。第2球完全に外れた、ボール。投球はこれから3球目、見送ってストライク。投げました、打った、強い当たり、入れば先制だ。入った、先制ホームラン、スタンドへ叩き込んだ、ストレートを狙い打ち。チームメイトが迎えます。ドラゴンズ追う展開で迎える3回です。ツーアウトランナー1塁という場面で、シエラ初球打ち、引っ張った、レフト交代、ヒット、ボールは中継、シエラナイスバッティングです。タイガース同点のピンチを迎えます。投げました、変化球、空振り三振。西、ツーアウト1塁2塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。3回の表が終わって1対0です。タイガースリードで迎える4回です。ツーアウトランナーなしという場面で片山、初球空振り。第2球投げました、打った、これは強烈、さらに伸びていく、センター見上げた、ホームラン、ソロホームラン、2打席連発、ストレートを完璧に捉えました。素晴らしい一発をベンチも祝福。タイガースリードで迎える6回です。今日2打席連続でホームランを放っている片山、初球外れてボール。第2球投げました、打ちました、ヒットになります。片山いいバッティング。タイガース追加点のチャンスです。ワンアウトランナー1塁2塁という場面で片山、今日はソロホームラン2本を打っています。1球目ストライクから。第2球打った、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。投球は3球目、投げました、バッターの足元。投球これから4球目、打ちました、二塁ランナー三塁へ向かう、ファール。第5球投げた、ボール。さあ、6球目、ストレートはボール、アウトローへ。第7球を投げた、またもフォアボール、フルカウントから。タイガース、ここはなんとかしのぎたい。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で大野、あーっと、ショーフライになった、取りました、送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。投げた、打った、ピッチャーライナー真正面、これでツーアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。第2球ランナースタート、三塁送球はどうだ、タッチはアウト。
盗塁を阻止しました。タイガース2点差で逃げ切りました。が勝ちました。勝利投手は西純也、敗戦投手は岡野、岩崎にセーブがつきます。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。